昨日ご来店、熊本市西区中村様、一度も現物を見ずにですね、こちらのお仏壇とお位牌ご注文いただきました。永田社長の優しい人柄、丁寧な接客、そしてですね、人吉豪雨、コロナ生活困窮者支援、仏壇無償提供に共感いたしましたと、ありがたいご注文でございます。心より熱くお礼を申し上げます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職永田光希でございます。2023年6月の27日、今日は火曜日ですね。あ、今ちょうど6時ですね。6時朝動画でございます。外気は24度、結構蒸し暑い朝でございます。しかしありがたいことにですね、昨日ですね、中あの西区、西区神台 N 様ご注文いただきました。あの現物は見ずにカタログでのご注文でございます。こちらの仏壇ですね、ルート、ルートのこれは18号タモダークというお仏壇ですね。で、あの午前中にご来店いただきですね、まあ、コンパクトなお仏壇、おしゃれな仏壇ということで、あ、いろいろありますよということで、でよかったら、あのどうしてもうちは店が狭いもんですからね、すいませんってカタログを差し上げますので、カタログを見てくださいと、あ、ありがとうございますということでご来店いただきました。で、再来店いただきですね、やっぱあの社長の接客が良かったと。で、やっぱよそも見たけどですね、やっぱ社長が一番喜ぶだって。それと、あの困った人に仏壇場、お宅は無償で提供しとんでしょうって、はい、そうでございますって、まあ、そういうのもマスコミで見ましたと。ですから買うならばもう永田社長からということで決めてきましたと。ありがとうございます、本当にありがとうございます。まあもう本当ですね、ですからこのカタログで言うならですね、ここですね、こちらのちょうどですね、あったんですよ。ちょうどですね、あの出来上がってまいりました。これ静岡仏壇、国産ですからね、国産の静岡仏壇ルート、これと、こちらのお位牌、お位牌ですね、絆チーク系ですね、こちらのお位牌ですね、ご注文いただきました。お位牌の方は在庫が用意してございます、まあ、こちらのお位牌でございますね。これ非常にいいよ、いい材質を使っておりますので、あのこれモダンですけど、あのいい質のいい、こちらもいいお位牌でございます。まあ、本当にもう身に余るお言葉ありがとうございました。もう何よりの励みになりました。これよりお礼申し上げます。ですからですね、あの真心を込めてですね、納入させていただきますし、この姿勢をキープしてですね、もうその N 様の応援を励みにですね、頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、という形でですね、永田社長を信用しておりますと、カタログで仏壇、お位牌ご注文、西区神台 N 様再来店、とても優しいご主人様でいらっしゃいます。もう本当に身に余る声です。心より感謝申し上げます。一生に一度の買い物ですとおっしゃっていただきました。永田社長の優しい対応に共感いたしました。はあ、もうこちらこそもありがとうございます。もう私こそ力いただきました。 N 様ありがとうございます。はい、静岡国産仏壇でございます。やっぱり私、日本製にこだわっていきたいと思います。静岡国産仏壇を真心を込めて納入させていただきます。そして N 様、あのこれからお仏壇を納めてからが、これから N 様とのお付き合いでございます。末永く一つよろしくお願い申し上げます。はい、ここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運ご発展お祈り申し上げます。